ご報告。はい、どうも、まさこと高倉正義でございます。今日はですね、新年早々、ご報告が3つございます。あのですね、まず、1つ目の嬉しいご報告なんですけれどもですね、なんと、僕の、長編動画をご覧の皆さん分かってると思うんですけど、最後に言ってたね、あの、この映像、ちょっと今、一番有名な YouTube チャンネルに、この動画で言った、自転車界で一番有名な YouTube チャンネルに絶対なるんでっていうね、この言葉、実現いたしました。ありがとうございます。これはね、俺だけじゃなくてね、妹のおかげでもあり、そして何より、視聴者さんがいるから成り立ちます。まあ、何をもって有名かはですね、確かに尺度によると思うんですけど、一応、チャンネル登録者が、おそらく自転車系の、全メディアで、全自転車系 YouTuber さんの中で一番多い、現在約25万人いらっしゃいまして、なおかつ、月間の再生回数は多い時で約3500万回、再生されているチャンネルに、成長することが無事できました。これも全てあなたがいるからでございます。この動画を見てるのにまだチャンネル登録をしてない方いらっしゃいましたら、ぜひですね、はい、押してください。本当にね、たった1年余りで、駆け抜けてきましてですね、もう1年間、まあ、まだ大学生でもあるんですけど、その傍らですね、練習をしたり、そしてこの YouTube の発信をしたり、イベントに行ったり、レースを立ち上げてみたり、いろいろしてたんですけど、もうね、一数がしすぎてね、もう正直ね、ほんまに、もうメンタル的にちょっとね、きつすぎる、肉体的にもきつすぎるっていう場面ももうほんまに何回もあってね、正直ね、4回ぐらい1回 YouTube やめようかなって思った時もありました。でもそれでも続けてるのは、自転車愛が止まらないからです。ネット上にはですね、僕よりイケメンな人、可愛い人、喋りが上手い人、見せ方が上手い人、いくらでもなんぼでもいます。ただですね、ロードバイク愛だけは、自転車愛だけはですね、絶対に僕が一番と自負しております。それが勘違いだとしてもいいんです。この自転車愛が、いつも皆さんが見ていただいている中級車であったり、ツールドフランスのやつっていうものに姿を変えて、皆さんの元に届いてるとするなら、僕はそれが本望です。ありがとうございます。ほんまにありがとうございます。引き続きですね、ここから25万人なんで、今ここから大台の50万人、そして100万人、もう皆さんが見たことない景色をですね、ぜひこのチャンネルで僕とそして自転車と共にお届けできればと思っております。ありがとうございます。そしてですね、次2つ目のご報告なんですけど、ちょっとね、これ悲しいお知らせです。あのですね、これ全身ちょっと映してください。このウェア、見覚えある方はいらっしゃると思うんですけど、自転車あるあるの時でね、例えば上級者の時に着てるウェアであったりするんですけど、まあ、これ何かっていうと、広島県にある、ビンゴ柴波エンシェアっていうね、プロチームに、僕、2022年度加入させていただいておりました。で、まあ、そこで活動させていただきながら、まあ、動画でもいろいろね、そういう上級者とかあったり、発信をしてたんですけど、そのビンゴ柴波エンシェアですね、対談することに、決定しました。はい。選手としてはですね、本当に三流の走りしかできない僕のことをですね、応援してくれた、温かく見守ってくださった、エンシアファンの皆様、そして、チームメイト、監督、もう皆さんに、ありがとうを伝えたいと思っております。本当に僕の、主催したレースなどでのですね、もうほんまに、いろいろとご迷惑、そして何よりも僕の力となってくださいました。僕がね、いくら、恩返ししてもしきれないものを、まあ、エンシアが、生み出してくれたからと思っております。で、なのでですね、残念ながらですね、これ以降の動画で、この上級者は、もう見れなくなります。すいません。本当にすいません。これも視聴者さんの皆さんにも本当に、すいません。ヘルメットもう見れなくなります。この、文字、見れなくなります。すいません。で、なんでじゃあこのタイミングで僕がこのチームを退団することを決めたのかっていうお話なんですけど、なんとですね、2023年度僕はチームを立ち上げます。ありがとうございます。ということで、新しいチームキットに変身いたします。いきます。せーの、はい、どうも、ネオ上級者でございます。これが僕が立ち上げた、新しく立ち上げました、マス X サウルスというチームになります。このマスというのはですね、もちろん僕のマサ
から取ってまして、なおかつまあスペイン語でマスっていうのはまあさらにとかより多くのみたいな意味があって、まあ、自転車を広めるっていうことを史上命題としてこのチームを立ち上げました。なのでまあ自転車をねより多くのさらに多くの人に広められるようにねという願いを込めてこのマスっていうチーム名をつけました。でそれに冠スポンサーさんでもあり、まあ、僕をねあの YouTube を始めるきっかけともなった、方がいらっしゃるんですけど、その方が代表を務めます、サウルスジャパンというね会社さんが、冠スポンサーに、なっていただきまして、このマス X サウルスというチームが立ち上がります。でこのチーム、まあ、一体どんなチームやねんってね、あの大思いの方も多いと思います。どんなチームか端的に言いますと、普通のレースに出るようなチームではございません。あのですね、まずメンバーですね、これも候補です。もう候補、これも候補です。何回も言ってるけど候補ね。一応言っておきます。まず僕以外にですね、あの自転車 YouTuber で有名なねケンタさん、その方であるとか、あとは女性でもう全国トップレベルの実力を持ってはるしのさんっていうね、これもまた自転車で YouTube とかね SNS 結構あの活発にされてる方でございます。あとは元プロロード選手の小島選手であったりとかがですね、一応候補です。一応そのお三方にもですね、あのご連絡はしてすごくあの前向きなお言葉いただいております。おそらくこの同じウェアを着て今年から一緒に活動してくれると思っておりますが、わかりません。それは大人の事情というものね、いっぱいあると思います。それは。もうね、さすがに24歳にもなったんでね。そういうのわかってます。わかります。ね、もう何も言わないですけど、わかります。はい。ということでね、これ候補で、あくまで。でもね、そういう感じで、まず自転車業界で有名なインフルエンサーさん、もしくは、元、プロロード選手とか、ね、まあ、現役のプロレーサーでもいいんですけど、そういった方々にね、もっと入っていただきたいなと思っております。でなおかつそこで終わりません。このチームはコミュニティとしての機能もつけたいなと思ってまして、この全身のウェアですね、これなんと、まあ、これウェーブワンさんっていうねあの会社さんで作ってもらうんですけど、そのウェーブワンさんのページから販売されます。でこの全部買わなくても全然いいんで、まあ、どれか一つだけのねあのジャージ上だけでも買ってもらって、で一緒に僕と一緒に走ってもらえたらなと思ってます。これね旧上級者のウェアとなってこのエンシアのジャージなんですけど、このウェアね残念ながらね、まあ、レプリカジャージとか売ってなくて、まあ、上級者っていうショート動画で見るあれで終わってたんですよ。だこれを皆さんが一緒に来たりして、例えばイベントにね一緒に来て一緒に走るなんてことはできなかったんですけど、この僕が立ち上げたチームなんでこれ販売されるんで、なんぼでも買ってください。なんぼでも買ってもらって、いくらでも好きな時に、もう寝巻きにしてもらってもいいから、全然。それで全然来てもらって、で、まあ僕がね、この自転車を広めたいっていう気持ち、もうそんなんどうでもいいって思ってるやっぱでも全然いいです。もう、ただただこのウェアのデザインが好きやから買ってもらうとかね、ただただ僕のファンやから自転車やってないけど、来ちゃうとかね、もうただただ飾るだけやけど買っちゃうとか、もうなんでもいい。なんでもいいから、とにかく一緒に、この同じウェアを、まあ、着るとか、同じウェアを共有するっていうことを、まあ、僕はしていきたいなと思ってます。で、なおかつですね、そう言ってさっき言った、ケンタさんであるとか、まあ、下島選手であるとか、篠さんであるような、有名なインフルエンサーさんであるとか、プロ選手に関しては、ほんまに実際にレースの現場で来ていただく、もしくは、動画内で同じウェアを着ていただく。で、一緒の方向を向いて、自転車を広めるっていう活動を、していただく。そういうことを、まあ、念頭に置いたチームになってます。まあ、僕がね、ここでお名前を挙げていないインフルエンサーさんの方々ですね。まあ、一応ですね、最低、まあ、1万人以上ぐらいの、自転車インフルエンサーさんの方々、もしくはですね、現役、まあ、または元プロ選手、どしどし、もし、この、同じウェア、来てくださるよっていう方がいらっしゃいましたらですね、概要欄の、メールアドレスの方にご連絡お待ちしております。はい。で、まあ、一応このチームなんですけど、今からスタートっていうことではございません。今年の4月1日から一応スタート予定になっております。なんで4月1日スタートなのか。それはですね、未完成だからです。何が未完成なのか。ウェアご覧ください。なんかね、なんかこの前の上級者よりなんかスカスカじゃない、なんかスカスカじゃないって思ってるあなた。当たってます。スポンサーさんが足りてません。ですね、一応まずね、冠スポンサーさんとして、アミノ酸系のね、サプリメントを作ってくださってる、サウルスジャパンさんっていう会社さんが、まず冠スポンサーさんとして、まあ、いらっしゃってます。で、なおかつ、まあ、このウェアの、制作を ご協力していただいているウェーブワンさんであるとか、あとは、あと他にも数社さん、お声掛けはいただいてるんですけど、
まだまだ足りません。スカスカです。で、なので、ここに金色のロゴで、会社名でやるとか、まあ何か商品のロゴでやるとかね、入れたいという企業さんいらっしゃいましたらですね、ぜひ概要欄のメールアドレスの方にご連絡いただければと思っております。本気で自転車界を変えたいと思って、このチームを立ち上げてます。何ができるのか、もちろん未知数だとは思ってます。お前みたいなガキに何ができんねんって思われるかもしれないんですけど、それ覆してやろうと思ってます。まあ、さらにもっと可能であるなら、今年、僕はロードバイク新車になります。なので、まあ、そういったところも含めて、いろいろとですね、トータル、このマスエックスサウルスでね、自転車業界に、大打撃。大打撃いや、おかしいな。パンチをね、なんかすごい自転車愛だけ感じる。なんかやってるぞっていうのをね、ぜひこの自転車業界、その並びにですね、スポーツ業界、そしてこの YouTube 業界にね、与えたいと思っております。これは全然関係ないんですけど、3日前ぐらいにね、僕が大好きなミスチルのね、まあ、今ドキュメンタリー映画みたいなのがやってるんですよ。で、そこで、まあ、見に行くときにね、思ったのが、ミスターチルドレンみたいな、とてつもなく大きな、もうすごいいろんな人を音楽っていうもので魅了する、人たちは、一体何を考えて行動してたり、一体どんなことをしたらあんなに多くの人を巻き込めるんだろうっていうことをね、その映画を見てるときに考えてました。で、見終わって分かりました。小手先でやってることなんて一つもなかったです。本当に音楽が好きで、本当にいい音楽をリスナーの人に届けたい。もうほんまにその一心で、もうこのやる気がもうたぎってるような、もうそれ一心やったからみんなに届いてるんやなっていうことを、その映画を見て思ったんですよ。なので、僕いろいろね、イベントであるとか、グッズ販売しますとかいろいろありますけど、結局、僕にできるのは、このえげつない自転車愛を、この映像、まあ、並びにこのイベント来たら直接、あなたにお届けする。それしか僕にはできないです。で、そこからですね、それ以外僕ができないところですね、いろんなメンバーさんであるとか、他の企業さんに助けてもらうという形でですね、2023年も突き進んでいってやろうと思ってます。ということで、総括でございます。まず一つ目はですね、自転車業界で一番有名な YouTube チャンネルになりました。ありがとうございます。そしてですね、2つ目、この上級者で来ていました広島県のプロチームであるビンゴ島のエンシアを対談させていただくことになりました。そして3つ目、このマス X サウルスというチームをですね、僕が立ち上げます。4月1日スタートのこのチームですね、スポンサーさんが大変いませんので、ぜひ概要欄のメールアドレスからね、ご連絡いただければと思っております。このチーム何がしたいのか、自転車業界を盛り上げたい、自転車をもっと広めたい、そういう思いでやっております。何をするのか、いろんなインフルエンサーさん、そしてプロ選手に来てもらう、レースの現場で、そして動画上でいろんな発信をしてもらう、なおかつこのウェアを視聴者さんにも一緒に来てもらうと、それで少しでも自転車を広める、その活動を2023年もこのウェアで、この上級者のショート動画もこれになりますからね、この状態で皆さんにお届けできればと思っております。ということで、ぜひお前応援してやるよという方ですね、またチャンネル登録していない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。僕のチャンネル、ほんまにまだ9割違う方チャンネル登録せずに見てます。なのでですね、ぜひチャンネル登録お願いします。今25万人ぐらいですけど、ここからね、大台の50万人、そしていつかは100万人ぐらいね、規模のチャンネルに絶対なってやろうと思ってるんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ありがとうございました。109名の方にお声掛けをいただきました。びっくりした。もうね、あったかいあったかい、ほんまに。あいつらラーメンおごったったらちょっと優しい話してくれんじゃん。